で、ちょっと初めてボーナスをちょっと手渡しするんだけど、株価が特にちょっと下がった。イメージがやっぱ一番下がっちゃったから、反省というのは面白いと思うんですが、何すべきかっていうのを一言ずつ。先行予約中、プレゼントも割引もあるよー、あるよです。まずちょっとみんなにお話があるんですけど、でちょっと初めてボーナスを手渡しするんだけど、まあ、株価が特にちょっと下がった。イメージがやっぱ一番下がっちゃったから。まあちょっと、まあ、新しい子はちょっと俺もちょっと覚えてないけど、まあ、あんまりは多くないと思う。でもちょっと今回ちょっと下げさせてもらったもんで、まあ、それはまあ足場の責任だけじゃなくて俺の責任もあるから、一言はやっぱりなんかもう元気に手渡しようかなと思ってね、来ました。ただこのまま渡したら取れなかったので、ちょっと一言ずつ。動画の言うにすいませんけど、ごめんなさい。動画にならない。確かにこれ渡すだけだと5分で終わっちゃう。あの2分、2分これで終わったら。じゃあ一言ずつなんかもらおうわ。まあちょうど月一の数字ミーティング、はい、でまあ1月もまあレンタル代があるんでね、足場の資材レンタルがちょっと200万という数字組んどるもんで、まあ3万7万はちょっと暇なのか。喋ってくれない誰も。まあ、恥なのかね、申し訳なすぎて声も出ないし。そんなに下げてない、まあ、それはもう会社的にでもあるね。ただまあ何かはしなあかんけど、それは俺の仕事じゃん、まあ、ここにおるに働かせないところの仕事だから、反省っていうのは面白くないじゃん。何すべきかっていうと一言で言ってみる。はい、まあ、紹介行こうか。はい、まあ元々はボーナス現場の職人ってないと思ってるんで、まあ、それは本当にありがたいと思います。返事をしてる。いや、やらないから。営業も赤字でもやっぱ下げたことは困難ないからさ。はい。これ下がったからその頑張らないとかじゃなくて、うん、まあもっと頑張ってほしいし、うん、みんなに自分もだけど。うんうん、会社のためじゃなくて自分のために頑張るように。ああ、まあ、自分が頑張れば会社も絶対上がってくるから、個人個人が。うちの両親目が二重なんで決まっちゃうんですよ。やばい、ミオに決まっちゃってる、決まっちゃってる目が。あ、いいね、いいですよ、それでます。はい、まあ、もっとみんなで頑張りたいなと思います、はい、ありがとうございます。はい、申し訳ございません。次だ、ね、おもちゃ、はい、もちろんちょうどね、はい、僕はまあ、ちょっと自分勝手に、うん、使ってくれってきて、まあ、期限決めさせてもらって、うん、まあ、自分勝手に本当やらせてもらってて、うん、こんなのをいただけるっていうだけでも本当ちょっと、うん、もう感謝しかない。ありがとうございます。反省もするんだよ、まあ、反省。あ、一つ、ね、まっちゃんにさ、はい、あれ、まあ、一応金額がみんなに見せてたら、はい、まっちゃんはもっと上げたいぐらいのことこそ本当に今にとって、うん、まあ、ただ俺はその2年修行に来てるやつなんで、まあ、あれだなーって話はちらっと話したんだけど、なんかね、そういう営業力とかあるから最後ね、なんか応援がてらね、いろいろやってくれると。まあ、それもみんなの力だからさ、はい、まあ、この間そういう話もちょっと、ね、ちょっとしとったけどさ、うん、それで順番抜けてるの。で、一応まあ、残りがまあわずかもう、うん、夏だね、もう1年半経ってもう夏までなんですけど、うん、まあ、今まで通りしっかり、まあ、自分のやるべきことを話すっていうのと、うん、まあ、もっとレベルアップできるように自分のために、うん、まあ、今後のためにも頑張っていきますんで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、おい。お前なんか寺上だけ見てね。そうっすか、こんな長かったっけ。パーもしてないから長いですね。ん、なんか違う。結婚式が書いてないですね。シャラツじゃないですか。
そっちについてね、それでそっちについてね手帳を見てます。チャラついてます。大昔のびちゃん料理行ったら俺が行くかもしれない。あ、じゃあそう、はい、まああの赤字っていう結果になって、うん、これからどん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 新築じゃない仕事も増えてくると思うんで、去年はずっと新築がメインで、で竹とかも岡部とかも若い子たちがずっと新築メインで頑張ってたんで、でまた多分ガラッと変わってくるんで、うん、そういうのに対応できる、うん、頑張ります。終わり、はい、終わりからの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 、まあそうですね、人を育てる力とか目標に頑張ります。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、はい、ありがとうございました。何も考えてね、頭真っ白っすよ。二言で終わっちゃった。動画なのちょっと撮れないかも。ねえよ、じゃあ何を言ったらいいかって。すいませんって。具体的になんか欲しいな、なんかこうしてくって。まずはボーナスいただいてありがとうございます。話してるんで静かにしてください。足場班始まってからずっとね、普通だったら翔も言った通り職人さんってボーナスないと思うんですけど、その中社長の気持ちから始まったこの ボーナスでずっと毎年いただいて本当に感謝してます。これはありがとうございます。いやみたいな話やめちゃめちゃ嫌かったの。いや、なんか本当に遅刻やね、めっちゃ回してますから生きてる時はこれ死んだ時病院を見てるじゃん。なんかその仕様を見るの。死んだ時病に置いといた方がいいじゃん。これ真面目に考えてるんですよ。いや、本当ではないと思うしね、はい、俺も本当に別に材料がね、材料リースとかも入れてんだからさ、はい、リースっていうか、ね、買い取っとるもんで月々で割っとるで、はい、まあ、その足場屋は例えば15年やっとるともう足場材がゼロで黒字ならいいやみたいなのもあるじゃん。俺は買っとるもんで、まあ、月何百万か足場代っていうふうで今年何千万買ったから何千万入れとるんじゃなくて鳴らすためにっていうふうで入れとる。まあ、その新築での赤の打撃がでかいリース代とかなんかいろいろあったっていう話を聞いてますけど、もう根本的なそのどこで一番そのマイナスがどんどんでかくなるのか、リース代だけじゃなしに多分他にもいろいろ加算でるところはあると思うんで、そういうのをもっと明確にしてって、みんなでそういうところを一つ一つ直すだけでも新築やってもそこでまた上がりが取れるように改善するとこはあるのかなとは思うんで、またそういうとこみんなとは話し合いたいなとは思いますね。あとは本当カンタの言った通り、もう僕からしたら本当カンザラシみたいにもっと社会的に動けたらいいんですけど、動いてまた腰ダメになったとか言っていうのも多分みんなに迷惑かけるなと思うし、その後怖くなって動けないところもあるんで、やっぱ周りに仕事を教えてあげるのが今一番自分の中で最善なのかなと思ってて、まあ確かにあと動ける間にしか教えてあげれないんで、やっぱもう本当この職業引退ってなるまでには教えれることは全部教えてあげたいなとは思うんで、自分にやれることは、はい、はい、ありがとうございます。めっちゃ話長かったよね。頭真っ白にしてます。頭真っ白にしてます。喋るんだから喋ることないなって感じがすげえめっちゃ喋るなと思ってスイッチなんか入ったらこうなる。以上、お疲れ様です。去年はちょっとやっぱりいろいろ手出して、まあ、感じになって、うん、まあ、いろいろ分かったことが増えて、うん、でなおさら、まあ、今も
みんな若い子、まあ、日本人結構前より多くなって、まあ、やることは多分いろいろできる幅が増えて、だけど、まあ、ちょっと現場薄かったり、まあ、新築もうまくいかなかったりして、去年はそれで終わって、まあ、今年になってちょっといろいろ去年のダメだったことを全部考えてやってきて、うまくいくように頑張りながら、まあ、いい仕事が取れたり、いろんな人といい付き合いできたりのができて、まあ、それなりにみんながやっぱ去年より給料がアップして、ボーナスもアップして、それがだん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 いい1年になっていけばいいかなって思ってるんで、まあちょっと、まあ、今年からいろいろまた大変になると思いますけど、頑張りましょう、頑張りましょう、はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、まず、ボーナスありがとうございます。もう僕入ってきてかれこれ1年とちょいになるんですけど、こうやっていただけるだけでもありがたい、ありがとうございます。で、まあ僕ができることとしてはもうシャカシャカ動くことしかできないので、まあその詳しいその内部事情っていうのはまだ把握しきれてないんですけど、まあ把握する必要もなくて、もう与えられた仕事を数多くこなすことしか多分自分にはできないと思ってるんで、それで貢献していきたいと思ってます。よろしくお願いします。なんか落ちような感じが、自分や自分なんかずっと無言で頭下げて本当にお強いの人やん、一人締めろ、お前になっちゃった最後お前も、まあ、お前はいいわ、喋らんで、喋らんで一言だけもらえばいい、まあ、ボーナスありがとうございます、はい、まあ、自分が、まあ、出戻りで、まあ、もらえる立場じゃないんですけど、まあ、こうやっていただいてありがとうございます。頑張りますとか来るかなと思ったら何もなかった。頑張れ。今まだその信用を取り戻してる途中なんで、まあ、これからも若いから仕方ないとかじゃなくて、まあ、若いなりにやってるなっていう風に言われるように頑張っていきます。そんなにめっちゃブチッとるのかな動画変わるよ、出身先行予約中、プレゼントも割引もあるよあるよ。はい、ちょっと今日はなんかよくわかんないなっちゃいましたけど最後に変わって、まあでもまあ俺の予想はもう今年中が厳しいと思うんだけど、来年これじゃいかんので、今年どうやって動くか、なんか課題作るじゃないですけど、そうそうそう、はい、今年は1年頑張って土台作りにしましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。リライブシャツ好評なんでぜひ来てください。みんな来てないんじゃないですか。あ、もう来たよな。覚えてます。僕サルでしたし、来たよな。まあなんか評判良かったよな。ここはなんか違う体実験だったからね、うん、まあこっちもちょっと実験したいね。まあまあちょこちょこ売れとる、まあ、はい、はい、まあぜひまた応援、まあこれからね今年1年盛り返してくると思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。ます、せーの、おいでyou